お疲れ様です。キャンプ3日目に入りました。はい、どうですか、慣れましたか？そうですね、結構厳しいトレーニングですけど、みんなで楽しくトレーニングできてます。このキャンプ、奥山選手自身のテーマとかがあれば教えてください。まあ、移籍してきて最初なので、まずはしっかりチームのサッカーを、学ぶというか、まあ、自分のものにしていくというところを一つの大きなテーマとして取り組んでます。個人的にはどうですか？まあ、まだまだ至らない点とか多いと思いますけど、まあ、ちょっとずつですけど、この FC 町田ゼルビアのやり方とかも、学べてきているので、すごい充実したキャンプになっていると思います。キャンプ中はコミュニケーションというのも一つのテーマだと思うんですけど、はい、だいぶ、選手は仲良くなりました？そうですね、まあ、みんな仲良くしてくれるので、たくさんコミュニケーション取れてます。いや、違います。似てるって言われるんですか？雄大君が言ってました。結構よくやります。仲良くなった選手何人かいたら教えてください。何人か？高大君とボリスと。なってないよ。え、なってない？片思い。あとは同部屋のサトル君と矢田さんとか結構よくしてくれます。部屋ではいろいろサッカーの話をしたりでためになることもあるのかなと思うけど、どうですか？まあ、サッカーももちろんですし、まあ、このチームのこととか、町田っていう町についてとかもいろいろ話してもらって、いろいろ教えてもらってます。改めてファンの皆さんに自分のプレーの特徴を教えてください。まあ、自分自身は、うまさとかはないですけど、本当に真面目に、ボールを奪うところであったり、ハードワークして、みんなのカバーをするところっていうのは一つの持ち味だと思ってるので、そういったところを、見てほしいと思います。最後に町田で待ってるファン、サポーターの皆さんにメッセージをお願いします。まだ3日目ということで、これから先も、長くなりますけど、開幕に向けて、時間は限られているので、そういった中で、しっかりとチームとして、成熟していけるように、いいトレーニングをこれからも積み上げていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。